かつお節の多めにかけてくださいこれね。じゃあですね、この間ね、台湾唐揚げの会の時に挨拶を募集させていただいたらものすごくいっぱい来たので、その中から何かをやっていきたいと思うんですけども、コメントの中の一つを抜粋する感じでいいですかね。じゃあね、アルコール依存症に気をつけてくださいねっていう挨拶が来てますけども、ちょっと休憩しな、恥ずかしい挨拶がいっぱいあるので僕はベロベロに酔っ払ってないと無理な感じのがありますね。定義はやったしね挨拶を早口言葉で羅列確認するのはいかがですかって言ってる。これいきましょう。全然言えるから。生麦、生米、生卵。はい、いきます。印象チェックをしたいと思います。ちゃんとやったら皆さん拍手してくださいね。お願いします。生麦、生卵、生卵、生麦、生卵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 、イエーイ、乾杯。リュウジのバズレシピ。はい、ということで皆さんね、もうちょっと調子いい感じでやっていきましょうね。綺麗にね、林子供も見えたことなんでね。はい、ということでですね、今回ね、ピーマンのおひたし、丸ごとピーマンのおひたし。ピーマンってね、丸ごと加熱するとものすごい美味しいんですね。で、これはですね、非常にヘルシー。ピーマンどうですか？好きですか皆さん。僕はね、ピーマンのこと大嫌いです。苦いの嫌。苦さを、調理方法で、ね、苦くなくなります、ピーマンっていうのは。今回はピーマン嫌いが作るピーマン料理でございます。ピーマン3丁。ちょっと洗いましょう。洗いました。そんなに水切んなくていいです。大きさにもよるんですけども、まあこんぐらいかな。で、3つ入れます。で、そしてピーマンにお酒大さじ1をかけて、で、僕に大さじ1の日本酒をかけていきます。あー、やっぱね、これがないと始まりますね、これね。これはあれをかぶせます。あれをかぶせます。で、これでですね、ラップして、ふわっとラップして4本600ワット4本1234 4本なってるうちに飲んでいきます。もうないじゃん。お上品に飲みましょう。料理用の清酒なんですけども、結構美味しいですよ。これコクがあって。じゃあ皆さん、料理ができましたので、取っていきたいと思います。はい、完全にピーマンだねこれね。で、これをね、こうやって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 こう味付けをしていきたいと思うんですけども、めんつゆね、これ適量です。だいたいね、大さじ1ぐらいかければいいかなと思います。まあ全体的にかけて、まあ、つけながら食べていくんでね。はい、こんな感じで。仕上げに鰹節、もうね、これだけなんですよ。ピーマンを美味しく食べるのって必要なんてこれだけなんですね。でね、鰹節ね、多めにかけてくださいこれね。丸ごとピーマンのおひたしの完成です。それではですね、できました。いただいて、いただきます。もうないじゃん。日本酒を飲みましょう。はい、ということで、いただきます。いただきます。やっぱね、料理酒だけあってね、旨味が強いですね、やっぱね。ピーマンにかけためんつゆをこうちょっとつけながら、いただきます。日本酒だわ。うまい。電子レンジで長時間蒸されたことによって苦味が飛んでるんですよ。苦味、後掛けのめんつゆと鰹節がピーマンに新たな生命を吹き込んでくれる。腹立て。お弁当とかにもいいんですよね。ピーマンなんて全然苦くない。お前変わっちまったな。何がいいかって、包丁使わないとこがいいですよね。丸ごと蒸してめっちゃ美味しいっていう、でね、種も入ってるんです。これ種入ってるんですけど、ギョリギョリ食えるんですね、これね。ピーマン嫌いの方とか言ったら、これ食べさせてみてくださいね。ということで、皆さんぜひやってみてください。あー、いやー、きくらー、スルメ持ってこい、スルメっていう感じでね。まあまあまあ、そんな感じでやってみましょう。それでですね、今4分間かけてます。4分間待っていきましょう。